エクソ、本日デビュー10周年。エルイース・セラフィム、テニスコンセプト写真に批判。本日公開メンバーカズハのテニスコンセプト写真は掲載後すぐに削除された説も浮上。テニスウェアとしては露出が多く、さらにハイヒールを履いたりしてセクシーさを強調しすぎており、性的な面を際立たせすぎているとネットユーザーから批判される。シャイニー。公式 SNS でコ・ジョンヒョンさんの誕生日を祝う。ヒチョル、アニメラブライブ、声優の得意青空&パイルとの記念ショットを公開。ジン、ラスベガス公演では一部の曲の振り付けにのみ参加し、ステージでのパフォーマンスが制限されることがあると発表。宮脇さくら、4月12日発売のスイート5月号の表紙になったことが韓国でも話題に。